久永翔一郎は、日本の元フィギュアスケート選手、フィギュアスケート審判員、実業家、元日本スケート連盟会長、元国際スケート連盟副会長、元日本メディセル社長、元日本レダリー社会長、鹿児島県鹿児島市出身、明治大学小学部卒業、選手時代は1952年の全日本ジュニア選手権で3位に入る。 当の成績を残した。1955年、明治大学小学部卒業。選手引退後は、外資系製薬会社に就職するとともに、日本スケート連盟に所属し、フィギュアスケートの国際審判員を務める傍ら1988年のカルガリーオリンピック、日本選手団、監督、1992年のアルベールビルオリンピック、 日本選手団本部役員などを歴任した。1998年、製薬会社を定年退職し、日本メディゼルを設立し、代表取締りに就任する。同年6月1日に日本人として初めて国際スケート連盟副会長に就任し、7月1日には日本スケート連盟会長に就任する。その後、2002年に、 国際スケート連盟の副会長選に再選するも落選。2004年には日本スケート連盟会長を辞任。2006年10月に元連盟専務理事の松本光雄容疑者、イベント会社、フロントライン役員の中林徳治容疑者とともに審判や大会役員を海外から招いたように偽う手口を繰り返し、同イベント会社に経費を水増しさせ、 日本スケート連盟に請求させていて、約580万円の損害を連盟に与えたとして、背任容疑で逮捕される。2007年3月に背任罪で、懲役3年執行猶予5年の判決を受けた。ポスト個室接待構成、スケート連盟事件、スポーツ、読売オンライン2006年10月16日読売新聞、白田元り自宅など捜索。 日本スケート連盟不正経理事件、久永が元会長らに被告に有罪判決東京。ありがとうございます。